自民党総裁選、はい、まだ始まるのは先なんですけども、うん、この事前の段階でかなり、はい、盛り上がっている様子ですね。ヒートアップしてますね、はいはい、で世論調査、うん、各社のもの出てるんですけど、はい、次の自民党総裁小泉石破氏が先行、はい、各社世論調査ということで、うん、日経新聞がまとめています、はい、報道各社による8月の世論調査で自民党総裁選で次の総裁にふさわしい人を聞くと小泉進次郎元環境省と石破茂元幹事長が1位2位を独占した。上位には高市早苗経済安全保障省や河野太郎デジタル省、上川陽子外相らが並んだと。日経新聞とテレビ東京が21、22両日に実施した調査では首位が小泉氏の 23%、 次点は石破氏の 18% だった。3位以降は高市小林鷹之氏、河野氏、上川氏と続いたということなんですけど、まあ、他の新聞社だったりとか共同通信とかの調査でも基本もう1位2位3位は変わんないんですよね、はい、もう1位2位はもう大体石破さんか小泉さんで変わらずと、はい、で3位もまあ高市さん、うん、で4位以降は微妙な差があるという。そうですね、調査によってね、はいはい、微妙な差があるんですけど、はい、まあやっぱり人気なんだなと、はいはい、石破さんと小泉さん、はい、で今回の調査で大きく支持を伸ばしたのは19日に立候補を表明し党内の若手議員を中心に支持を集める小林氏だ。日経の調査では 8% で4位に割って入り、読売と朝日の調査でもそれぞれ 5% の支持を集めた。各社の7月の世論調査で小林氏は上位にいなかった。7月に実施した日経の調査では 1% にとどまっていたということなので、まあ、以前はなかなかこの世論調査では上位に来ることなかったんですけど、はい、やっぱ早めに出馬を表明して、はい、一番槍を入れたということ で、 そうです、ね、はい、もう今急速に支持を集め始めているということなんですね、はい、で前回の総裁選においては、うん、はい、河野さんが支持率トップだったんですよ、はい、世論調査 で、 そ, うです、ね、それこそもう圧倒的ぐらいのトップだったんですよね、はい、2021年段階では、はい、ところが、今回は4位以下にそうです、ね、沈んでいるということですし、はい、で前回調査、まあ、正直あんまり上位に入っていなかった岸田さんが最終的には勝ったというのを考えると、はい、まあ、この世論調査にどこまでの意味があるのかというのも、うん、ありますし、まあ、ただここで知名度を上げておくことで、はい、あの次の衆院選、まあ、解散総選挙やった時にも勝てるという、はい、うん、まあ、アピールはできるんだろうなという感じはしますよね、うん、はい、ただ石破さんが仮に総裁になったとして、うん、はい、みんな石破さんに期待してるのかなって若干疑問ではあるんですけどね、うん、そうですね、でもなんか、うん、毎日新聞とかだと謎の人気を、はい、そうですね、はい、うん、得ていると。でもやっぱ小林さんが、まあ、なんていうか、うん、結構いろいろ見てる人が多いんだなっていう、うん、そうですね、印象でもありますよね、まあ、一番槍を、うん、まあ、で宣言して、一番槍で宣言したからこそいろんな番組出ましたんでね、はい、であんだけ熱い男だったなと、うん、なんかあの国防についてとか、はい、まあ、安全保障系もビシッと言うっていうね、うん、ああいうこう本格派が来ると思ってなかったっていう感じですね、うん、安全保障についてとか喋らないじゃないですか。そうですね、大体、うん、はい、ただ今小林さんの、うん、生放送とか最近やり始めたんですよ、はい、総裁選に向けて、はいはいはい、本当にそれこそ宿泊している、うん、もう明らかにアパホテルだなっていう、はい、ホテルから、はい、一人で配信、はいはいはい、一人語りみたいな感じでコメント読みながら喋、はい、っていたりとかするんですけど、はい、石丸さんとは全然違う印象だなっていう感じですね。あ、そうですね、うん、だからちょっと前に、うん、石丸さんとかと、はい、なんかこう同一視する動きみたいなのが、うん、ありましたね、X であったんですけど、ありました、小林さんと、はい、全然違うなと思いましたね。全然違いますよ、うん、はい、まあ、どこまでが小林さんなのか分かんないですけど、うん、はい、かなり穏やかだなっていう。そうですね、うん、はい、だからそれこそなんですか、石丸さんでいうところの恥を知れ恥をみたいな、はいはいはい、そういうタイプとは全く違うんだろうなと、ね、はい、いうのが見えましたね、はいはい、石丸さん軽いですしね、うん、ちょっと やってる感じがね。石丸さんは石丸さんで、はい、やっぱそのネットを分かってる、はい、どういう場面がその切り取られるとか、うん、はい、分かってやってるから、 そうですね、それはやっぱ非常にうまいなと思うんですけど、はい、だから逆に言うと小林さんは、うん、あんまりその切り抜きの場面がないかもしれないですね。小林さんは、うん、頭良すぎて、うん、失言が全くないんですよ。そうですねもう全部頭に文章が入っちゃってるんで、はい、もうこれについて聞かれたらこう答える、これについてこう答えるという形の、うん、やっぱもう全部できちゃってるんで、はい、突っ込みようがないというか、
そうですね、そういう感じですよね、うん、はい、だから悪く言うと、はい、面白みがないですね。そうそうそう、滑らないんですよ、うん、ちょっと滑るところがないっていうのがあって、そうですね、はい、だから岸田さんともある意味似てるのかなっていう、はい、あ、そうですね、うん、だから岸田さんも失言しないじゃないですか、失言しないです、うん、はい、だからもう本当になんかうまいこと、はい、いろんなその野党の追及だったりとか、うん、さまざまな批判をかわしてこれまで3年間やってきましたけど、はい、まあ、小林さんもそういうタイプなのかなと。そうです、岸田さんここよりは喋ってる内容は中身あるんですけどね、うん、岸田さんはちょっと検討するとか、はい、ちょっとこう中身がないような感じで答えたりもするんですけど、小林さんの方がちょっと中身あるなと思うんですけど、ただ突っ込みようがない感じはあるんですよね、確かに。そうですね、はい、でもチャット GPT かっていうぐらいビシッと問答ができてるって言われていますね、はい、まあでもその根っこの部分としては、うん、はい、まあ、保守系で、あ、そうです、うん、だからそこがちょっと、はい、まあ、高市さんとか、うん、まあ、今回やっぱ自民党の内部の戦いなので、はい、まあ、被るのはしょうがないのかなとは、はい、そうですね、思いますけど、あとはまあ小林さんが叩かれないようにしてほしいなと思いますね、うん、やっぱメディアからしてみたら、はい、やっぱ安全保障とか憲法改正とか、はい、自衛隊名義とか、うん、そういうのはもう大嫌いですからね、うん、マスコミ自体は。一番厄介なのは、はい、やっぱ前回に引き続き、うん、高市さんの一部の支持者なんじゃないかなっていう、あ、攻撃的な、うん、はい、だから前回その攻撃の矛先っていうのが、うん、河野さんに言ってたわけですよ、言ってました、うん、はい、今回小林さんに行くんじゃないかなっていう、あ、ちょっと一時期向いてましたね、はい、先週なんかは、うん、石丸と一緒だみたいな感じで、うん、言ったりとか、ね、結構もともと高市さんが前回出た時に高市さんを、まあ、担いでたというかね、はい、応援してた戦隊に入ってましたん で、うん、で高市潰しかよみたいなこと、うん、いやいやここは自由に出れるんだから、はい、潰しでも何でもなく戦う場だからね、うん、はい、そりゃみんな総理大臣を目指してね、うん、行くわけだから、今回は前回応援したけど今回は自分が行かせてもらいますと、うん、で正々堂々戦いましょうってことですから別に悪くないんですけど、うん、それを見てなんか高市潰しに行ったとか、うん、潰しじゃないだろうって、いやというか、はい、その認識が僕はもうすでに間違ってるなと思って、はい、うん、それで潰されてしまうような状況だったら、はい、もうなかなか総理大臣になれないですからね。そうですね、うん、そうそうそう、だからそれを踏まえた上で、うん、いかにその味方を作っていくか、はい、まあ、決選投票まで含めた、はい、戦い方していくかっていうのが多分総裁選のそうです、ね、もうやり方だと思うので、はい、だからそれはもう本当に権力闘争に敗れたっていうだけの話ですから、うん、まあ、そこはもうドライに捉えるしかないんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、はい、まあ、なんか一般の選挙と違うじゃないですか、うん、衆院選、はい、参院選と違って、うん、今回の自民党総裁選って普通に候補者テレビに出まくってるんですよ ね、 そうですね、だから早めに表明した方がテレビに出やすいっていう、はい、河野さんも表明した日とかにめちゃくちゃテレビ出てましたし、そうです、だから早めにやっぱ表明した方がいいっていう考え方もあるし、うん、そうです、その通りです、いやかといって早めに表明してしまうと、うん、やっぱりその自分の方向性とか、はい、手の内がね、その見た上で、はい、後から出てくる候補は、うん、自分の政策とか、はい、こういう例えば裏金議員はどうしますみたいな、そういう話言えるので、そうですね、まあなんか後出しの方がいいのかなっていう、うん、まあ、いろんな思惑が、はい、ありつつも、うん、今なんかもう本当に乱立しすぎて、はい、正直もうここまで来ると、はい、なんか誰でもなんとかなるんじゃないかなっていうもうこんなに、まあ一応ほら岸田さんでもすごい安倍さんがやってた案件を全部ダーッと片付けたじゃないですか、うん、菅さんは菅さんで自分がやりたかったこともやったし、はい、だからだいぶちょっと安倍さんからこういい流れができてますんでね、うん、いいんじゃないかという気もしますけど、うん、いやだから全員もう実力者だと思うんですよ、そうです、基本的には、はい、確かにね、はい、ただ、うん、出過ぎだろっていう今回そう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 、いやもうだからこれはもう小泉小林のこの40代の、はい、出てきたから、うん、急にもうこれバスに乗り遅れるっていう、そうですね、ここで言っとかないと、うん、まあ落ちたとしても、うん、やっぱり一回名前上がって選挙やったってことになると、うん、次が出やすいっていうのはちょっとありますよね。そうですね、はい、あとやっぱり、まあ、今後のことを考えて、うん、いろんな配慮
もあると思うんですね。だからポスト面であったりとか、まあ、総裁選で戦った人を、まあ、うん、党の要職につけたりだとか、まあ、大臣に据えたりだとか、はい、っていうのも考えられますので、はい、まあ、ちょっとこれ楽しみだなというふうに思うんですけど、はい、まあ、やっぱり小泉さんとか、うん、まあ、この辺が結構本命になってくるのかなとは。そうですね、うん、もう国民的人気があるということで言えば、うん、あの石破さんの国民的人気は目に見えてないんですけど、はい、あの小泉さんのは目に見えてますからね。そうですね。でも女性人気がすごいですよ、うん、あとやっぱいろんなところに行っても、はい、もう人だかりがブワッと来ますから、ね、そうですね、はい、まあ、今やっぱその自民党では、まあ、いわゆるその裏金問題、はいはいはい、まあ、その政治資金の問題っていうのが、うん、まあ、ピックアップされていて、はい、なんかちょっとこう、完全に解決しないまま今まで来てしまったのかなと、うん、はい、まあ、一応多分もう処理したっていうことになってるんですけど、はい、なんかまだ世論的にはくすぶってる問題なので、うん、はい、これ小泉さんが、うん、あの総裁選に勝った後に、うん、あのもう裏金議員は公認しないとか、うん、あ、はいはい、もうそれこそ父親がやったように、うん、はい、もう抵抗勢力だとして、はい、あのもう対抗オーバーを立てるみたいなことやったら、はい、これバカ勝ちすると思いますよ。なあ、そこまで言えばね、うん、まあ、でも、まあ、戦争になると思いますけどね。河野さんが今回そういうふうに言いましたね、うん、いや河野さんでもまだちょっと生ぬるいというか、まあ、やっぱり裏金っていわゆる裏金なんですけど、うん、まあ、不記載があった人は、はい、河野さんが言ったのは返金するようにと、うん、はい、どこに返金するんでしょうね。で、そうです国庫に入れていいのかと、それいいのかと。で、僕はまあどうでもいいことだと思ってるんですけど、うん、あんなの大したことじゃないなと。もう今回大事なのは自衛隊のトップになって台湾防衛をやる、もう自衛隊の指揮官を選ぶ本当大、選挙なんですよ、うん、にもかかわらずマスコミはやっぱ裏金に行きたいんですよ。だから裏金裏金ってずっと今でも言ってるんですけど、うん、そんな、話も歪小化してね、裏金に綺麗な人にしてほしい。ただ今までそういうの綺麗な人になった時に大した政治家が今まで勝ってないんですよ。田中角栄のはい、ロッキードの後に三木武夫、うん、クリーン三木とか言って誰とかね、あとリクルート事件の後に海部とか、はい、もうリクルートから見て金渡すメリットねえなってやつだったから海部さん来たわけですよ他の総理大臣になりそうなやつじゃみんな渡したわけですよ、うん、あの時も。だからそこがやっぱ多分、はい、一般国民との乖離が、はい、その政治家と一般国民の乖離があって、はい、なんかそこをなんか埋める情報が足りてないのかなとは思いますけど ね、うん、ね。だから今回は今までと違って、うん、ガチンコの戦争があるかもしれない中で、はい、国民をまとめていかなきゃいけないわけで、うん、そこで裏金とか言ってる場合じゃ本当はないんですけど、うん、それを、まあ、一番大事な問題として裏金みたいな感じにやっちゃってるんで、ちょっとそこ問題だなというふうに。動画のご視聴ありがとうございました。動画への評価、そしてチャンネル登録もお願いします。カズヤチャンネル GX では、毎日18時に動画配信、毎週水曜日20時半からは生放送も行っておりますので、ぜひご覧ください。